はい、こんにちは。平成30年の、予備試験、論文分析会。刑法刑事訴訟法、お、講義を始めます。担当講師の反町です。よろしくお願いします。はい、えっと、まずお手元の配布資料の確認ですけれども、えっと。 平成30年予備試験論文分析会刑法刑事訴訟法という冊子とですねあと講師オリジナルレジュメという冊子が2部お手元にあるかと思いますできょ、えっと、の分析会は基本的にはこのオリジナルレジュメの方に基づいて、えー、解説をしていこうと思います、えー、インターネット等を見て、えー、この講義を受けられている方はレックのウェブページの方に、えー、後日掲載されると思いますのでそちらで確認していただければと思います はいじゃあ、えー、と時間もないことですので、早速、オリジナルレジュメを見てください。えー、とまず、刑法からですねで、刑法の今年の予備試験の問題ですけれども、全体的な印象としては、えー、非常に考えさせる問題だったなと、非常に受験生を悩ませる問題だったというふうに思います。えー、とりわけ預金の占有であるとか、共、ま、謀、あの因果性という、いずれも、ね、応用的かつ、う え難しい問題ですよね。えー、そういう論点に関する理解、そして事案の分析力というものが問われていました。えー、個人的にはですね、えー、ちょっと前にやった、えー、本試験の分析会、えー、ちょっと前にやったんですけれども、今年は本試験の問題よりも、こちらの予備試験の問題の方がいい問題だったなというふうに思います。はいまあ、そんなところが全体的な感想で、早速分析例見てください、1ページ。えー、まず、河の在籍からですね。 1> 第1、V に対する業務上料罪の成否と。で、一個一個要件検,定検討していきますけれども、まず業務ですね、業務上。え投資会社設立後の投資のためのお前渡し金として V から現金500万円を預かっていると。うは事故の経営する投資事業の一環として V から、あ 預託されたた金銭を管理管理保すする地位にあっっとえ一言言ってきます業務というのは社会生活上の地位に基づいて反復継続する事務でとりわけこの業務上横領罪における業務というのは他人からの委託に基づいて物を占有管理するうそういう立場それを内容とする事務のことを業務というとえすなわち253条においては委託信任関係委託という認定はこの業務の認定に修練します。 ここで委託という要素を認定しておくということが重要ですね。で2番、えー、事故の占有すると。 で、そこに参考判例1、2を、えー、掲載するとともに、論述例も出しておきました。預金の占有、いわゆる預金の占有というものですね。預金の正当な払い戻し権限を有するものに対しては、銀行に払い戻し義務があることから、銀行が払い戻しを拒否することについて保護に値する利益はない。えー、この評価を出発点とします。そうすると、預金について、行為者に本条の占有が肯定されるか否かについては、対銀行との関係で、 行為者に正当な払い戻し権限が認められることを前提として、これ、キーワードですね、正当な払い戻し権限。行為者が当該預金に対しての乱用の恐それのある支配力を及ぼしているか否かを判断します。いというのが論述例ですね。横領罪における占有というのはご存知の通り、まり、乱用の恐それのある支配力と、そこでの認定のポイントは、すなわち乱用の恐それがあるか否かですから、処分権限。 処分権限、えー、ここの文脈でいうと払い戻し権限、えー、この認定がポイントになる。はい、いわゆる脱出罪における被害者の排他性を認定する場面での占有とは意味が違います、はい。それを意識して見てみると、公の地位というのは、えー、先ほど認定した地位というのは、部位からの委託に基づくものであった。ということは、部位と公との間には、あ上記500万円の振り込みの原因となる法律関係がある。 はい、この原因となる法律関係というのは、いわゆるご振り込みの判例、最高裁の判例で指摘していた表現ですね、表現方法、えすなわち、えー、公には、えー、銀行に対して正当な払い戻し権限を基礎づける原因となる法律関係が委託者である、あるいは本人である部位との間にあるんだと、同、えー、預金について、A 銀行との関係で、えー、正当な払い戻し権限が否定されないだろうと。 という分析にしてありますそして定期預金証書というのは部位において、まあ、証書は保管していたが届け出印については公において保管していたとすると公は A 銀行において本人確認手続き証書再発行手続きを経ればいつでも預金を引き出せることができる地位にあり上記500万円について実質的な管理支配を及ぼしていたあというふうに言えるだろうと正当な払い戻し権限があることを前提として で、えー、支配力を及ぼしているとこういう認定をしました。はい。で、3番、他人のものですけれども、これは V からの預かり金ですから、たとえ公名,公名義の口座内、銀行口座内の預金であっても V の所有に属するよということは他人のものと。で、アスタリスク、ちょっと細かい話ですけど、預金っていうのは法律的には物、財物ではなくて、債権ですね。預金債権。えー、ただし、 ここあんまり議論されてない印象なんだけれども、えー、銀行口座を管理する者にとってはですね、本問でいうと、うにとっては、現金の引き出しがいつでも可能であるという意味において、えー、あごめんなさい、預金だな。預金の引き出しがいつでも可能であるという意味において、現金それ自体に準ずる性質があるというふうに言われています。えーまあ、預金の財物性というね、えー、こういう問題ですがあんまりね、 えー、指摘されていないかなという印象なんだけど、一応こういう問題がある、細かいですけどね。はいじゃあ次行きましょう、えー、2ページです。横、えー、領した自己行為の認定ですね。公、えー、と部位との間では500万円の預け入れに際して預かり金というのは公の設立する会社による投資のみに充てることが確認されていました。そして、えー、は、v、に、えー、ごめんなさい オツに対する事故の借金の返済に流用する意図で、まあ、この辺が両得意思を基礎づけてますよね、えー、事故の利益を図る目的があるわけですねで、上記預かり金の500万円の定期預金について解約手続きをした上で払い戻したということで、この払い戻しは、部位からの委託の任務に背いて所有者でなければできない処分をする意思の外部的な発言行為だと評価できます。 そして、アスタリスクですけれども、横、えー、領罪の規水時期、規、えー、水時期、確固成立時期と書きましたけれども、えーまあ、ご存知の通り、横領罪には未遂罪がないので、未遂が存在しないので、どの時点の行為を横領と認定するかが、これがまさしく規水時期の問題ですね。そこで不法領特使が発言したんだと評価したら、そこで規水になると、そこで横領罪が成立すると。 はい。で、そしてですね、本文では、まあ、払い戻し行為の時点で、不法領得意思の発言だというふうに認めた場合には、えー、払い戻した現金をその後、オツにね、えー、借金返済に当てたと。オツへの借金返済に当てたと。この行為は不可抜的事後行為ということで、事後行為になるでしょうと。はい。で、まあ、行為はすぐ認定できるだろうと。まあ、結論として、横領罪、いやいや、業務上横領罪の成立ということでいいでしょう。 はい、でここでの、まあ、やっぱり認定のポイントは預金の占有についての認定ということにおそらくなると思いますねで次に第2で C に対する詐欺罪の成否と、えー、問題文を見ると、ね、やはりちょっと騙したみたいな、ね、銀行の、えー、窓口で騙したというようなそういう日本語的なものが入っているから、えー、問題文を確認しましょうか。 嘘の話をしてっていうのがあるのか、ねえー、窓口係員 C に対し、定期預金を解約したい、ねえー、届出品は持っているものの、漢字の証書を紛失してしまったなどの嘘の話をして、う、はい、嘘の話をして、えー、解約、払い戻しとやってますから、えー、銀行に対する詐欺を検討しようという発想になるということ自体は非常によく理解できると、でただこれ、非常に難しい問題があるということなんですね。というのがそこの米印です。 はい。500万円の払い戻し行為について、部位に対する横領罪とは別に、別にですよ。横領罪を、えー、成立させて、それとは別個、えー、銀行に対する詐欺罪が成立するのかという問題です、えー。これはですね、平成21年の司法試験の出題趣旨ですね。平成21年出題趣旨。はい、そこにはこう書いてありました。預金の占有を有する者には、横領罪が成立し得る者の,の、 出動罪や電算機詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪は成立しないと解される。はい。出題趣旨にはそういうふうに指摘されていた。すなわち、預金の占有を認めた場合は横領罪の問題になるが、いわゆる脱取罪、占有移転罪の問題にはならないんだと。はい。確かにですね、預金に対する占有は、一見して銀行の事実上の支配。 と預金名義人の法律上の支配が重複しているというそういう様相を呈していますえもっともこの2つの支配というのはそれぞれ排他的な関係にあり同一虐待について横領罪と脱取罪え窃盗罪または詐欺罪です、ね、は同時に成立しないと一般的には理解されているえすなわち2つの戦友はいわば一般法と特別法の関係でね 事実上の銀行の事実上の支配を凌駕して、後遺者が法律上の支配で持ってっちゃうかと、ね、一般法、特別法みたいな関係なんですね。すなわち、預金について、預金名義人の占有、法律上の支配を肯定した場合、それはそのものに、先ほど認定したように、正当な払い戻し権限があることを意味する。 そうすると、そのものとの関係で銀行には事故の占有、事実上の支配を保持する正当な理由がないと、裏返しで言うとね。すなわち、銀行は払い戻しに応じる義務があるから。ということになり、この場合、銀行からの引き出し、あるいは払い戻しを、えー、銀行の意思に反する占有移転、まあ、摂取、あるいは、錯誤に基づく占有移転、えー、差取、まあ、そういう評価ができないというふうに考えられるからなんですね。 脱出罪が成立しない理由については、まあ、銀行には占有がないという説明と、まあ、あその占有移転は実行行為と評価できないという説明、まあ、これは説明の仕方は、ね、いずれでもいいと思いますけど、いずれにしろ脱出罪は成立しないと考えられるのが一般的です。えー、本文においても、預金について、公の占有を否定した場合はですね、えー、公に占有を否定した場合は、銀行に対する詐欺罪というね、 え、問題になるでしょう。これがまさしく参考判例2ですね。え、さっきも指摘したけど、誤振込の判例では、詐欺罪成立の前提として、ね、振込依頼人と受け取り人である被告人との間に、振込の原因となる法律関係は存在しない。こういうふうに指摘されてるんですね。え、ここはすなわち、被告人の正当な払い戻し権限、ね、えー、預金の占有を否定したという趣旨だと理解できる。 はい、これに対して預金について公の占有をもし肯定した場合、ね、横、えー、領罪を成立させた場合、えー、先ほどの平成21年出題趣旨の考え方に従えば、部、え、位、ー、に対する横領罪とは別途、別個お、銀行に対する詐欺罪というのは成立しないということになります。えー、ちょっととここを番書でままめておきましたえすなわち、ね、これ、判例の認定はこういうふうに考えられているんですね。 委託された預金というのは、本人と行為者との間に委託がある、すなわち法律上の原因があると、その場合には、行為者に法律上の支配があると、法律上の支配があると占有が認められて、委託物横領罪の製品になると、この払い戻し引き出し行為について ATM で引き出せば窃盗罪だし、窓口で引き出せば、払い戻せば詐欺罪ということになると。 いいですよね、えー。この銀行にある預金に対する支配が、後遺者に認められると。でこれに対して、この下ですけれども、委託のない預金、えー、すなわち名義人、あるいは依頼人との間に原因となる法律関係がないと、ね、こういうふうに指摘してましたけれども、その場合は受け取り人や後遺者については、法律上の支配がないと評価されることによって、正当の払い戻し権限がない以上、ね、これは銀行の事実上の支配を侵害した脱出罪の成否と。 という形で窃盗罪、詐欺罪を検討していくとこういう流れになっているんですね。はい、でね、まあ、判例の考え方、判例の、ねえー、理解、そして先ほどの取材趣旨の理解によればあ、まあ、結局、ですね、まあ、結論から言うとあの預金については、 占有離脱物横領罪が成立する領域ってないんだよね。委託があって委託物横領罪になるかね。あるいは占有がないから、あ、窃盗罪、詐欺罪になるか。そういうふうに考えていくっていうのが判例の分析なんだろうと思います。あの学説においてはね、占有離脱物横領っていう考え方もあるんですけどね。はい。 でねえー、ただ、あのー、再現答案等を見ていると、今年の問題については、あ詐欺罪を、銀行に対する詐欺罪を成立させている答案というのは、ね、結構多かった印象です、で今日はあのレックの方から参考答案出してますけれども、これもあの詐欺罪、成立させてますよね。ただ、今言ったようにね、銀行に対する脱出罪と、占有移転罪を認定する場合は、あ今ね、えー、言ったように、この公に対する専有を認めたことと矛盾しないのかという問題意識が必要なんです。 でね、この点はこの平成21年の出題趣旨が発表された頃よりはこの時点よりはあの学説の議論も結構進んでいて、えー、現在はです、ね、あの同時成立の余地を認めるという見解もまあ出てきてはいるんですよ。 えなので、まあ、この答案上でね、詐欺罪を成立させた場合は、あ今の問題意識について説得的に論述できていれば、あの、現時点では、ね、平成21年の時点ではそれは誤りだというふうに指摘されてたんだけど、まあ、現時点では誤りとまでは評価されないだろうとは思います。例えばですね、えー、こういう考え方ですね、えー、行為者に正当な払い戻し権限がある場合でも、当該払い戻し行為が権限乱用に当たる場合があるんだと。で、権限乱用に当たる場合、 ね、これ、民法の判例によると93条類推適用というものによってですね過失で払い戻しに応じてしまった銀行は本人との関係でその払い戻しの無効を主張されるリスクがあると払い戻しの効力を覆されるリスクがあると過失があった場合でそうなると、ね、その場合には銀行の戦友というのは保護,に値すると保護に値する利益があると見るべきであって、ねえー その占有を奪うという、その占有移転は、医師に反する占有移転なんだというふうに評価する余地があるんだというようなことが問題提起されてたりします、あの刑法の学会で最近議論されている問題提起の仕方ですね、それが。ちょっと一冊だけ、雑誌紹介しておきます。あのえー、と刑事法ジャーナルと、2013年のボル38。 やつですねえー、銀行預金をめぐる財産犯、ここで、えー、そういう刑法の学会で今みたいな問題提起があり,ました、えー、ありましたというか、そういう問題提起をしています、この雑誌の中で。ね、橋爪先生かな <laughs>、はい、ただ、ですねあのこの議論って実はあのロースクールとかでも、ね、学生からよく質問を受ける話であの私もこれまでにあの何人かの,あの <laughs> 刑法の学者の先生にあの意見を聞いたりしたことあるんですけれども、まあ、結構あの、うん。 結論割れてる印象なんですよねでただ、あまあ、そういうふうにはっきり言った、ねえー、そういう理論構成を取った判例は現,現時点では存在しないし、ねえー、予備試験の論文の問題で,です、ね、そういう発展的な応用的な議論を展開することまでを要求しているというふうには思われないので、ねえー、ただ、何の迷いもなく詐欺罪を成立させてしまうと非常にやっぱり違和感は出ますね。えーまあ、それは平成21年の出題趣旨の考え方というのは一つベースにあります。 はい、ということだけ指摘して次いきましょうで次です、第 3,、えー、3ページ V に対する強盗利得罪の O2 との共同戦犯の製品、はい、で共同戦犯の成立要件はいわゆる練馬事件の判例の規範をベースにそこに論述例を出しておきました。 二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする防御、共謀をなし。よって、よってというのは、共謀に基づいてという意味です。犯罪を実行した場合には、共同して犯罪を実行した場合にあたり、共同正犯が成立する。なぜなら、この場合には、相互に他人の行為を自己の犯罪遂行の手段として利用して、犯罪を実行した者と認められるからである。 今のよって,とい,う、ね、よってというのは法律上の言葉で使うと法律の文章で使うと当然、に因果を表すんですけれども、この因果性という要件、ここが非常に重要になってきて、これはも司法試験ではです、ね、品質中の品質ですね、共同正反が問題となる問題では、2つ問題意識が大きくあって、1つは正反性、でもう1つはこの因果性です。本問はそこがままさに問われていました まず、共謀の認定からです。カッ一番、共謀。えー、オツがコウに対して、えー、コウとオツの二人で V 型に押しかけ、えー、V を刃物で脅して、えー、コウと V の間には一切の再建債務関係がないという内容の念書を V に無理やり作成させて、えー、再建放棄させるということを提案した。甲コウはこれに対して分かったと言って了承した。えー、コウ及びオツは刃物による脅迫を手段として、えー、V に再建放棄を 法規の念書を作成させることについての意思連絡を遂げたというふうに評価しておきました、えーまあ、あくまでもここでは脅迫を手段とした念書作成ということが意思連絡の内容だということを厳密に認定していますさあそこでこの意思連絡この共謀と、ねえー、因果性のある実行行為と評価できるかというのが各ここから先の行為について問題となっていく括弧二2番共謀に基づく実行です えっと、ここではですね、この要件の中で二つの観点から認定が必要になって、一つは、えー、当該行為が共謀に基づく行為と言えるかと。まさに因果性。共謀の因果性の問題。で、もう一つは、ね、えぇ、ー、基づく行為だとして、えー、で、当該行為が強盗罪の実行行為と評価できるかと。えー、強盗罪に該当するかという、強盗罪該当性の問題ですね。この二つの観点から認定していく必要がある。で、まず因果性ですね。あ、共謀に基づく実行行為。 で、行為が2つ実行行為ありますね。えー、丸一番、孔の脅迫行為。丸二番、オツの暴行行為と。とこの2つを、えー、認定しています。まず、孔の脅迫行為の方ですけど、これはですね、もう上記共謀に基づいて、ってそこに一言書くだけ。えー、孔の行為については、もう因果性は問題なく肯定できるというふうに思います。えー、孔は、あらかじめ用意したサバイバルナイフを位の目の前に示しながら位に対して、えー、投資話を保護にした医薬品として500万円を出してもらうと。 流用した500万円はそれでチャラだ、今すぐここで燃焼を書けというふうに言って脅すと、あのこの行為が共謀に基づく行為であるという点は、ほぼ問題ないと思います、で問題となるのは、この行為、単独で、ね、強盗罪の実行行為と評価できるか、それとも単独ではね、恐、え、喝、ー、罪の実行行為にとどまっちゃうかと、犯、ね、行、まあ、抑圧という問題、まあ、そこの問題は別問題ですけどね。 で次、オツの暴行行為ですけど、オツは部位に対してさっさとかけ、面倒をかけやがってと言って、えー、胸ぐらをつかんで喉元に、のど元にサバイバルナイフの刃先を突きつけると、まあ、暴行行為というふうに評価しました。えーまあね、あの刃物を突きつけながら金を出せとかいう行為っていうのは、これ、挙動による脅迫だと、脅迫の一種だという認定もあり得るんだけどね、実務上は。 ま、一応こっちは、だから、こうと対比する文脈で、こうは脅迫、オツは暴行って、オツの暴行行為というふうに一応こっちは評価しました。で、これは、共謀に基づく実行と評価できるかという問題が一応提起されるでしょう。えー、暴行まで用いている点ね。え、先ほど言ったように、意思連絡の内容は、あくまでも脅迫を手段として燃焼を書か,かせるという意思連絡だったから、そこでオツが現場で暴行まで、暴行という手段まで用いた。え、ね、ここは、あ凶暴行、共謀に基づく実行と評価できるのかということですよね。えー、いわゆる共謀の射程と。 いうふうに、えー、言われている問題いわゆる共謀の射程と言われている問題。 共謀の,の射程、共謀の射程って非常に受験生がねここ数年、このこの言葉をよく使うようになったんですけど、ちょっと意味内容がはっきりしないところがあって、各、え、々、ー、が凶謀の射程って言っているときに、その共謀の射程という言葉が表している意味内容がそれぞれ別々で使っているもんだから、えー、議論がかみ合わないということがですね、あのロースクールとかでの議論、学生の議論を見ててもよくあるんですけれども、えー、ここでは共謀に基づく実行と評価できるかという意味での共謀の射程というふうに問題提起しています。はいで 論述例を4ページに記載しておきましたけれども、特定の犯罪の共謀がなされた場合において、共謀の因果性が実行行為に及んでいるか否かについては、共謀内容と実行内容との不一致の有無程度、共謀内容における実行者の行動を制限するような制約の有無、あるいは共謀段階における特定の共謀者の他の共犯者に対する影響力の程度、 党の事情を総合的に考慮して共謀に参加した者の実行行為が当該共謀に基づくものであるか否かを具体的に判断するべきだと一応こういう論述をしましたそして本文を見てみるとどううでしょう共謀形成過程において公はオツに対してあくまで脅すだけだと絶対に手は出さないでくれと言っていた、まあ、これは共犯,者の共,共犯者による行動を制限する言動ですよねやめてくれと手は出すなというふうに言っていたと。 はい、これは因果性判断との関係では消極に働く事情でしょう。他方で、オツはコウがあらかじめ用意したサバイバルナイフを犯行用具として弦に用いて、ね、上記暴行に及んでいると、えー。オツの暴行の手段としての物理的因果性が及んでいるということですよね。これは決定的です。えー、なので、まあ、こちらは消極、えーえー、積極的な事情と。 えー、なので暴行行為について少なくとも念書の作成に向けられたという側面について言えば共謀の因果性を否定するのは無理だろうなと困難だろうなというふうに思いますただ、えー、とこれこの後述べるけど現金10万円のダッシュに向けた側面乙、ね、の暴行は念書に向けたのと10万円に向けたって両方あるんだけれども10万円の方の因果性っていうのはまた別途別問題ということになると思いますけどね で、米印です。えー、おの暴行行為が、ここで共謀に基づく実行ではないと、ね、え、共謀の射程外だというふうに認定した場合は、えー、こうの脅迫行為の時点では、部位は、念書の作成を拒絶していましたから、ね、えー、こうは強盗未遂罪、まあ、あるいは、えー、犯行抑圧に足りる程度ではない,はないと評価すると、恐喝未遂になるんでしょうけど、ね、えー、未遂にとどまるというふうに評価される余地があります。 皇の脅迫行為と財産上の利益移転に因果関係がないということになってね、ただなんでもいいけど、このね、念書の作成に向けたオツの行為が因果性がないというふうに評価するのは困難だろうなというふうに思いますね。で、次、い暴行または脅迫というのは、これは犯行抑圧の認定ですね、上記共謀に基づく皇の脅迫行為およびオツの暴行行為は、いずれも殺傷力のあるサバイバルナイフを凶器として用いて行っていると。 そうすると、いずれの実行行為も客観的に相手の犯行を抑圧するに足りる程度の脅迫および強盗に当たるというふうに認定しておきました米、えー、印は先ほど言った点、お、え、つ、ー、の暴行行為は部位の喉元とというね、身体の水溶部に刃物を突きつけるというもので、これは、この脅迫行為よりも一層危険性が高いといえます。これに対して甲の脅脅脅迫迫迫行行行為為為、えー、ごめんなさいははだ それほど危険が高いとまでは言えないよね。だそれ自体を単体で評価した場合は、恐喝の実行行為にとどまるんだと。ね、犯行抑圧するに足りる程度ではないまあそういうふうに評価する余地はあるんだとは思いますけどね。ただ、えー、さっき言ったように、オツの暴行が凶暴に基づくものと評価する限りね。えー、当該オツの暴行行為も、こうに帰責されて結局は強盗罪になるから、単独で評価した場合は恐喝罪だって議論をすること自体の実益がないです。 オツの暴行が因果性があると。ね。共謀に基づくものだと評価している限りはね、えー。ということも指摘しておきます。はい。で、次、財産上の利益移転ですね。えー、財産上法の利益を得というね、えー。これは参考判例4を、えー、掲載しておきました。えー、v があ、公営の違約金500万円の債務承認。 そして公に対する同額の債権放棄をする旨の念書を作成するというものです、ここに向けた行為なんだよね、この,この部位の行為に向けた行為をしているんだよねえ、これは500万円の取得と同視できる、すなわちで、一公の、一公強盗罪の、えー、財物の取得ですね、財物の取得、ね、500万円の取得と同視できる程度に、具体的かつ現実的な財産上の利益を得るものであると。 この念書の作成により、部位は公に対する再建行使が不可能、ないしは著しく困難になるというものですよね。これは500万円そのものを奪い取ったのと同志できる、そういうものだと。えー、だとするとですね、えー、上記脅迫および暴行はいずれも財産上の利益を得ることに向けられたものである、すなわち強盗罪の実行行為であると評価できるとで。ここも書き方一応指摘しておきますけど、5ページの一番上の米印。 公およびオツの各行為が、財産上の利益移転に向けられた行為であるというふうに評価できない場合はね、書行為は、これは財産罪としての実行行為性を書き、強要罪等を構成するにとどまるということになります。これ、参考判例4をよく復習しておいてください。これはすなわち、強盗罪の実行行為の認定の問題なんですよね。暴行脅迫を用いてと書いてあります。 条この用いて、これ、手段性と言いますけど、えすなわち、暴行脅迫は1項であれば、財物の取得に向けられたものでなければいけない、2項であれば、財産上の利益移転に向けられたものじゃなきゃいけない、え財産上の利益移転が観念できないときには、当該暴行脅迫はそれに向けられたものだと評価できないから、強盗罪の実行行為ではない、そういう問題なんですね。えだからこれはね、結果発生の有無の問題ではないんだよと。 死水か未遂かの認定の問題ではないんだよということを指摘しておきます。えー、答案上、強盗罪の実行行為性は認定した上でね、実行行為だってことは認定した上で、では財産上不法の利益を得たと言えるか、という問題提起をするね、えー、そういう答案例結構多いです。えー、まあ,あ、予備校のね、えー、予備校答案も同じなんですけれども、えー、そういう問題提起をするとですね、えー、 ま、問題提起の仕方としてはね、こういう問題提起をすると、まさしく結果発生の有無を問題としていると。結果発生の認定を問題としている。えー、ついか未遂かを問題提起しているということになって、まあ、厳密にはだから不正確ってことになっちゃうんだろうなというふうに思います。はい、その点が注意点でした。 で次、故意ですけど、えー、先ほど、共謀の内容を認定したときにちょっと言ったけど、うはあくまで脅迫を手段とする強盗の実行を計画していたから、乙が暴行に及ぶことの認識はなかったと、まあ、この点については具体的事実の錯誤がまあ問題となりうるんですけれども、えー、いずれもですね、強盗罪という同一構成要件に、ねえー、該当する事実、えー、同一構成要件事実に該当する事実になってるな。えー 1>, 1個目の方の事実を取ってください。同一構成要件に該当する事実の認識が認められるから、ね、本罪の行為は否定されないということで、まあ、法定的不合説の考え方をそこに指摘しておきました。はい、以上より本罪が成立と。で最後、第4、部位に対する現金10万円の強盗罪のオツとの共同戦犯の成否と、はい。ここが非常にです、ね、考えさせる問題でしたね。えまず、<laughs> かっこ1番、共謀ですけれども、えー、そこの米印。公およびオツの事前共謀というのは、あくまで、ね、オツに債権放棄の念書を作成させることを内容とするものでした。現金10万円のダッシュについては、事前に意思連絡は一切遂げてません。また、犯行現場において、オツが、ね、迷惑料で10万円を払わせようというふうに公に持ちかけたのに対し、公、えー、は拒絶の意思を表明しているということで、これ、現場共謀も認められないよね。 えもっとも、オツによる現金10万円のダッシュが、高オツ間の事前共謀の明示的な内容となっていなかったとしても、当該凶暴に基づく実行行為であると評価されるのであれば、かかる行為は、公に帰席される、客観的には帰席されるということになるから、ね、かっこ2以下の検討を要することになるんですと。えー、そういうことなんですよ。 だから、10万円のダッシュについては何ら意思連絡を遂げていないからという理由だけで検討を終わらせ,終わらせてしまうと、それは不十分です。えー、現に意思連絡を遂げていない犯罪についても、共謀の因果性が及んでしまう場合はね、えー、客観的にはその行為が軌跡されてしまうから、えー、それで作語論が問題になるというような判例は、多数ありますよね。 必ずですね、実際に行われた行為が、凶暴に基づく実行行為であったのか否かということを検討する必要があります。そこで見ていきます、カッコ2番、共暴に基づく実行行為。で、オツの暴行、これもね、2つです。まずは10万円ダッシュに向けてやった実行行為そのものである暴行行為ですね、丸1番。オツが迷惑料として、俺たちに10万円払えと言って V の, v の胸ぐらをつかんで、えー、V のもの喉元にサバイバルナイフの刃先を突きつけている、はい、このオツによる10万円ダッシュに向けた行為についても事前共謀に基づくものと評価できるか、まあ、行為としては同じ暴行行為なんだけど燃焼作成に向けた側面と10万円ダッシュに向けた側面があって後者の方には因果性が及んでいるのかという問題提起ですこれものの射程の問題ですね、はい、そこではこんな事情が指摘できます え、共謀形成過程において部位に燃焼を作成させること以外の実行行為については少なくとも明示的な犯行計画の内容となっていないというのは先ほど指摘した事前共謀の内容の問題ですね。ただまあそれだけじゃ理由にならないよというのも先ほど指摘しました。少なくとも事前の内容にはなってなかったというのは消極の一つの、ね、事情ではあるけれども。 他方で、オツは、事前凶暴に基づく甲の脅迫行為によっては、燃焼を作成しなかった部位の態度に立腹し、燃焼に加えて現金も取ろうと考えて蒸気行為に及んでいると。また、甲の脅迫行為の現場において、その直後に甲があらかじめ用意したサバイバルナイフを、現に凶器として用いて蒸気行為に及んでいると。えー、もう直後、即時、その場で、しかも甲が用意したナイフを用いていると。 はい、この,辺のですの、ね、動機とかあるいは行為対応だとか、えー、そういう、ね、連続性ですよね客観面主観面の連続性共謀、えー、に基づいて燃焼を作成させようとしたら部位が燃焼を作成しないもんだからそれに腹が立ってさらに過剰な行為に及んだとこれ連続してるんですよね現象として、えー、他方も行為対応客観面の行為対応も、ね、その場で同じように。 ナイフを用いてしかもそのナイフは甲が用意したものであると、えー、いうことになってくると、ねえー、その辺のところはやはり因果性を及ぼしているというふうに評価できる事情になってきます。はい、ここは、まあ、応用的な問題で皆さんがどう考えるかというところがまさに試されていてですね6ページの一番上。 え、現金10万円ダッシュに向けられたオツの行為、暴行行為が事前共謀に基づく実行ではない、共謀の射程外だと評価する場合、ね、こうはこの行為について何ら責任を負わないということになって、検討はここで終わりです。他方、これに対して、え、オツの暴行行為が事前共謀に基づくものだと、ね、因果性が及んでいると評価する場合は、ね、この行為がこうに客観的に帰席されることになります。 そうすると、少なくともこうは、強盗未遂罪の在籍を負うということになりますから、丸2以下の検討がさらに続くと。ねえー、少なくとも強盗未遂にはなりますよね。あとは10万円の取得というね、そこの部分の責任を負うか否かと、こういう検討に続いていくことになります。えー、共謀の射程外だと言ってしまえば、そこでおしまいですけどね。はい。 でえーまあ、その物理的に因果性を及ぼしていたという点をまあどう評価するかというところでしょうね。で、丸二番、えー、検討続けますよ、オツの金銭取得行為、はい、オツが再び部位型に入り、部位所有の財布から現金10万円を抜き取った行為と。 でこれは上記1位の行為、すなわち暴行行為が事前共謀に基づく場合、その後の乙の金銭取得行為についても、なお事前共謀に基づくものと評価できるかと、ねえー、実行行為を始めたんだけれども、途中で帰っちゃったと、ね、その後の実行共犯者がやった実行行為は、ね、なお共謀、えー、に基づくものと評価できるか、えー、そこが問題になった判例がまさに参考判例5ですね、えー、いわゆる折れ替えると、折れ替える判例。 はい。これが共犯関係の解消離脱の問題です。えー、論述例を書いておきました。えー、共同戦犯の処罰根拠は、相互に他人の行為を事故の犯罪遂行の手段として利用して犯罪を実行したという点に認められる。えー、ん <laughs> 事故の、相互に他人の行為を事故の犯罪遂行の手段として利用して犯罪を実行したものと認められる点に処罰根拠があると。えー、そうだとすれば、 特定の犯罪が共謀された場合において、共謀に参加した者について、その共犯関係が解消されたというためには、その者が共謀を介して実行者に及ぼした因果的影響、物理的及び心理的因果性を除去したと認められること、えすなわち他の共謀者が当初の共謀に基づいてなお実行行為を継続する客観的危険性を除去したと認められることが必要であると。 あのこの共謀の射程という問題と、えー、共犯の離脱と解消離脱という問題の関係ですけれどもここもね、えー、よく整理されていないことが議論があのカオスになる原因なんですけれども本文で言えばこういう整理の仕方にな,るなりますよね、えー、いずれも因果性の問題だから共謀に基づく行為と言えるかという問題なんですよで当初の暴行行為がね、えー、共謀に基づくう暴行行為と言えるかどうかっていうのが先ほど検討したえー 射程の問題でしたでそれに対してオツがその後も引き続いてやった金銭取得行為これにもなお因果性が及んでいるかと凶暴に基づく実行と言えるかというのがここでは、えー、共犯関係の解消離脱の問題で、えー、いずれもですねオツの実行行為が凶暴に基づくものと言えるかというねそこを問題としているので、えー、両方とともも同じ要件を問題としているものですただ、えー、論点の名前が違うのはなぜかというと着目するポイントがちょっと違うんですね。 同じ要件の検討なんだけど、スポットライトの当て方がちょっと違う。だから、こっちはオッツから矢印を出しました。こっちはコウから矢印を出しました。えー、端的に言うと、オッツが別個の意思決定をしたから、共謀と無関係に実行行為をした場合っていうのが、共謀の射程が及ばない場合の話です。すなわち、それはオッツの事情なんですよ、えー。別個の意思決定に基づいて、共謀とは無関係に全く別の行為をしたと。それが射程外と評価する場合。それに対して、 え離脱という問題、解消離脱という問題は、甲がこの及んでしまう因果性を積極的措置によって除去したか、遮断したかという甲側の事情、だからこの因果性を、オツ側からスポ,ットはスポットライトを当てるか、甲側からスポットライトを当てるかで、光の当て方が違っていると、言葉で書くとこんな感じ。 え、凶暴の因果性、共暴に基づく実行というのは、共暴の射程という問題はですね、え、おによる別個の意思決定により当該行為が行われたから、その当該行為、オツの暴行行為が、凶暴と無関係の実行行為であった、というふうに評価できるのかというオツ側の事情の問題です。 これに対して共犯関係の解消離脱というのは、公による積極的な措置が行われたことから、その後のオツの行為、金銭取得行為っていうのは、ね、そこに及ぼしていくその事前共謀の因果性を遮断したというふうに評価できるのかという問題。これは公側の事情ということですね。はい。まあ、いずれもお、それぞれの行為が共謀に基づく実行と言えるのかという認定の問題なんですけどね。はい。そこでどんな事情が本文ではあるかというところが6ページに指摘しておきました。 え、おつはこうに対して、ちょっと待てと、迷惑料の10万円も支払わせようと持ちかけたのに対して、こうは、年書が取れたんだからいいだろう、もうやめようと。手は出さないでと言ったはずだと。いうふうに言って拒絶してます。だから犯行継続を拒絶する意思表示と。まあ、こういうことで、まあ、俺帰るって言って、え、書いただけっていうのとは、やっぱ事案としては違う。やめろと言ってんだから。 えー、だからこれは消極。消極っていうのは因果性について消極ってことね。因果性について消極。解消について積極ってことね、えー。因果性が及んでいたかという点については消極の事情だよね。解消が認められるかという点については積極の事情だよね、これ。<laughs> まあ表と裏から言ってるだけだけど。他方ですね、こうは、ね、えー、おつの手を引いて、 えー、あごめんなさい、他方じゃねえや、これも消極の事情か、こうはオスの手を引いて、V から外へ連れ出した上え、オスからナイフを取り上げて、ここがね、やっぱり重要だよね、えー、自分が用意した犯行道具を用いて、ね、凶器を用いてるっていうところで、物理的因果性を及ぼしちゃってたっていうのが、さっきの評価のポイントだったとすると、そこを回収したと、ナイフを取り上げて立ち去ったと。 犯行、えー、用具の回収、すなわち物理的因果性の解消に向けた積極的措置であると評価できるというふうに言えるでしょう。で、やっぱりこの点も折れ返るって言っただけとは違うというふうに言える。で、他方で、えー、オツは事前共謀に基づく暴行行為、1、上記1の行為により、部位が恐怖のあまり身動きできないでいる状態を利用して、現金10万円を奪取している。 これはすなわち被害者、被害者への影響の残存というふうに書きましたけれども、はい、えっと、この視点はですね、平成19年の司法試験、平成19年の司法試験の出題趣旨に記載がありました。え共犯関係の解消の考慮要素としてですねえ、被害者に与えた影響というね、こういうメルクマールが挙げられていました。え本文でもね こうは部位に与えた影響、すなわち犯行抑圧状態に陥れているとかね、こういう影響力について、何ら解消する措置を講じていないということから、この点を強調すると、なお、因果性が肯定されると、ね。離脱は否定されるという余地はあるかなと。まあ、問題文の事情から見ると、素直に読むと解消を、ね、離脱を肯定する側の事情の方が多いです。ね。だから、 被害者に対する影響力を残存させてしまった点をどの程度重視するかによって、これ結論分かれると思います。で、だ結論どっちでもいいですけどね、結論どっちでもいいですけれども、そこをどう見るかっていうところがポイントということですね。えー、で、そこの米印。えー、上記1のオツの暴行行為が事前共謀に基づくものであることを前提として、その後の金銭取得行為、オ、ね、ツの金銭取得行為について、事前共謀に基づく行為ではない。 えすなわち、共犯関係の解消離脱を肯定するという場合は、ね、現金10万円の取得については、公に帰席されないから、ね、公は強盗未遂罪ってことになりますね。えー、強盗未遂罪の在籍をにとどまると。でこれに対して、このオツの金銭取得行為も、なお事前共謀に基づくものだと評価する場合、えー、その場合はですね、当該行為の、まあ、その結果である現金10万円の損害と、ねえー、ここについても公に帰席され、えー、公は強盗既遂罪。 の在籍をうううということいこになるでしょう、まあ、実行者の過剰行為についてね、えー、この因果性をどう考えるかという、まあ、あの共通する問題意識ではあるんだけれども、オツのまずその実行行為としての暴行行為と、その後の金銭取得行為、ここを分けて、前段、後段という形でこう検討を進めていくと、まあ、そういう構造を持っている問題だろうと、で結論はいずれもありうると思います。<laughs> 共謀、えー、の射程外だと言ってしまえばその後の離脱の問題には進んでいかないことになりますしね、えー、離脱の問題まで進んでいった上でそこで離脱を認めるってことになれば未遂だという話にもなりえますし、えー、結論はいろいろあり得るかなと思いますはいで次「恋」ですけれどもええー、述の通り少なくとも、えー、刃物をお凶器として用いて部位を脅す認識があるから「公の認識が窃盗の認識にとどまっていた」と評価する余地はないだろうなと。 抽象的事実の錯誤の問題にはならないだろうなとあのじじその実行者の過剰行為の問題については因果性を肯定するとその次に錯誤論の検討に進むってこういう事案は多いですよね判例もそういう流れは多いですよねただ本問についてはさ、まあえー、脅すという認識を持ってるからね単なるう窃盗の認識とは違うので えー、だからここは問題、まあ、問題となるとしたらさっきのさ、犯、え、行、ーえー、抑圧状態を利用した財物の取得と、ねえー、これが実際に行われたことだよね、犯行抑圧状態を利用した財物の取得、これがオッツが実際にやった第二行為の評価ですけれども、えー、ただ、公が認識していた事情っていうのは、あくまでも犯行抑圧状態を利用した財産上の利益の取得にとどまる、財物の方ではね、そこは、財物の方は認識していないので、 そうすると、1項と2項で認識、客観と主観に不一致があると、まあ、そういうふうに言う余地はあるのかもしれない、ただこれは同一性公正要件間の錯誤で、やっぱり具体的事実の錯誤にすぎないと言っていいから、結論として強盗罪の行為はやっぱり否定されないだろうなというふうに思います。はい、ということで、えーまあ、結論はだから、成立しないとする人もいるし、成立するという人もいるし、あるいは強盗未遂罪だと。 この限度で共同戦犯だという人もいるでしょうということで、おのおのの検討結果を結論で書いていただければいいでしょうと、財、はい、数については7ページ見ておいてくださいと、で、おつの方は、おの在籍の方は今、この検討でもうほぼ検討し尽くしちゃってるので、ね、だからオツの方はは、ね、以上のとおり成立するって書くだけになっちゃうんだけどね、結構。 まず、オツ第1部位に対する強盗利得罪のコートの共同戦犯の成否と、上、えー、述の通り、本件共謀に基づくオツの暴行行為により、犯行抑圧された結果、部位は上記念書を作成しているので、えー、本罪が成立すると。もうこ、これだけにしました。で次、第2部位に対する現金10万円の強盗罪の成否、えー。これは、コート共同戦犯になるかどうかは先ほどのコーの検討にかかります。上、えー、述の通り、括弧共謀に基づくと。 括弧、えー、に入れました。えー、共謀に基づくというのは、あ、共謀の射程を肯定した場合です。えー、共謀に基づく現金10万円のダッシュに向けられたオツの暴行行為により、V の犯行を抑圧した上、その後また、括弧コ、えー、共謀に基づいてと。えー、この二つ目の括弧はあ、共犯関係の離脱解消を否定した場合ってことだな。否定した場合、えー、共謀に基づいて、えー、オツがあ V からあ現金10万円を取得した行為は、あ、事故の暴行による えー、v の犯行抑圧状態を利用した金銭奪取だからこれ単なる窃盗というふうには評価できないでしょうと鍵、えー、括弧、合主にあたり強盗罪が成立する、えーまあ、ちょっとまた、えー、しつこくそこに書いておいたけど米印現金10万円奪取に向けたオツの暴行行為が事前共謀に基づくものであるということを否定する共謀の射程外だと評価する場合、えー、本罪はオツの単独犯となります。 また、オツの暴行行為が共謀に基づくものであることを前提としてその後の金銭取得行為が事前共謀に基づく行為ではないと評価する、えー、共犯関係の解消離脱を肯定する場合は強盗未遂罪の限度で公と共同戦犯ということになります、えー、共犯関係の勝利が変わってくるよということね。 はい。で、第三、財数は見ておいてください。一言、最後、アスタリスク。公が不法に領得した現金500万円を、オツが受領した点。この、受け取ったというところで何か犯罪成立するか、というところだけど、受領時点でオツは、同500万円は公の自己資金であるというふうに認識してますから、ここの時点で何ら犯罪の行為がないと。ということで、オツには500万円の領得行為について、公に成立する財産犯の共犯。あるいは、盗品関与罪。 というものは成立しないでしょうということを指摘しておきました。はい、ということで、刑法はなかなか難しい問題だったので、非常に解説に時間かかっちゃいましたけれども、えー、まああの今、分析した分析例ももとにですね、えー、各々の検討を進めていただければと思います。さあ、次、刑事訴訟法いきましょう、時間なくなっちゃいましたね。えー、刑事訴訟法は、えー、と11ページですね、えー、刑事訴訟法の方は、刑法と比べると、だいぶですね、えー、基本的、 知識 <laughs> あるいは基本的な理解を問うストレートな問題となっています、憲、えー、法に比べると、だいぶ回答しやすかったという印象ですね、えーまあ、だから解説もそこまで詳細にする必要ないかなというふうに思ってるんですけど、えー、著名な最高裁判例の事案と、その、ね、最高裁判例の法理についての正確な理解を持っていれば、ね、ほぼ完璧な制度で、えー、回答できる問題だったんじゃないかなというふうに思います。 はい。で、まず見てみましょう。分析例。えー、問1、操作丸お及び丸二の適法性と。で、所持品検査がもちろんメインですけど、前提としての職務質問ですね。えー、所持品検査は職務質問の不随行為なので、えー、職務質問開始のところの適法性と。えー、路地に佇んでいた項が、ピーと目が合うやあ、急に慌てた様子で走り出したと、ね。えー、これは軽職法21項の不審自由ですね。 異常な挙動、その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由があるものに該当ということですね、そこで職務質問開始。で、所持品検査の適法性という問題ですけど、これ、参考判例1、2を挙げておきました。 はい,いですね。まあ論述例もそこに書いておきましたけれども、所持品検査は職務質問、軽食法2条1項における口頭による質問と密接に関連し、その効果を上げる上で必要性、有効性の認められる行為です。任意手段である職務質問の付随行為として許容されると。従って、所持人の承諾を得て、その限度において行うのが原則であると。 最も職務質問ないし所持品検査が犯罪の予防鎮圧と目的とする警察官の職務行為であって、これは警職法1条1項、2条1項、3章と、流動する各班の警察事象に対応して、迅速適正にこれを処理すべき行政警察の責務に鑑みると、捜索に至らない程度の行為は、 強制にわたらない限り、ここまでが、ここまででここで一旦切ると、ね。創作に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、ここまでが第一の基準ですね。で、たとえ、所持品、所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との健康との、えー、あ公共の利益との健康など、 を考慮し具体的状況の下で相当と認められる限度において許容されると、はい、これが第2基準、第1基準、第2基準と2段階判断ですね、強制該当性と、任意としての適法性と、でえー、その第1基準の方の中身だけれども、あの所持品検査、こういう枠組みになってますよね、判例は。えー、まず強制に当たるか、と、が第1基準。 で任意として適法化が第2基準、第2基準はいわゆる、ね、警察比例の原則と、比例原則ですよね、必要性、緊急性、健康性、具体的状況の下での相当性と、はい、第2基準はあ、利益考慮の問題です、それに対して第1基準、捜索に至らないと、強制にわたらないと、この2つの関係ですけれども、まあ、いろんな理解の仕方言われてますけどね、捜索に至らないというのは、これ、行為の対応の問題だというふうに説明されます。 行為の対応として、もう類型的にそれは捜索に至っている行為だよと。他方で、強制に渡らないというのは、これはまさしく意思制圧の問題。だから例えばですね、羽交い締めにして、警察官が3人ぐらい取り囲んで破壊い締めにして、ね、えー、もう全く身動きできない状態にして、そーっと服の上からこう一別してこう検査する。 ね、か確かにその、ねえー、服の上からこう一別しているところだけ見るとそれは創作には至ってないんだけど思いっきり身動き取れないように羽交い締めに3人ぐらいでやればそれは完全に意思制圧してから強制にわたっているわけでえその2つの、ねえー、観点から、ね、行為の類型として創作に至っているかそして意思制圧するような強制力が加えられているかと、まあ、その2つの観点から分析できるようになっているんだと、えー、いうのが1つの理解の仕方でしょう じゃあ、本問どうでしょうか。まず捜査一ですけれども、えー、まず強制該当性を見ると、第一基準、えー、甲のシャツの上からへそ付近を右手で触ったという行為の類型です。まあ、これは捜索に至る程度の行為対応ではないと、えー、そして強制にわたっているという事情もないと言えるでしょう。じゃあ、第二基準、任意として適法化。 えー、そこではですね、えー、これは比例原則なので、利益考慮の問題だから、あいろんな事情を適時してください、えー。どんな事情が言えるか。まず、P が孔のシャツのへそ付近が不自然に膨らんでいることに気づき、孔に対し、えー、服の下に何か持っていませんかと質問したところ、孔は何も答えずに P らを押しのけて歩き出したと、えー。これはまさしく不審な挙動であり、嫌疑を確認する必要性があると。えー、必要性を基礎づける事情ですね。で、12ページ。 え、狂気を使用した強盗罪等の犯罪が多発している地域だったと。あるいは、甲の腹部が P の右手に一瞬当たった際、何か固いものに触れた感覚があったと。はい。これはまさに狂気をね、えー、所持しているというね、そういう疑いが、嫌疑が生じていて、えー、狂気等の危険物隠匿の可能性と、ね。これを隠し持っている可能性があるぞ。まあ、これもだから必要性を基礎づける。<laughs> あと、まあ、凶器だからね、えー、そ,れその場で放っておくと、人が傷つけられる可能性もあったりして、ね、仮に凶器を持ってたとすると、そうすると、その場ですぐに確認する緊急性もあるんだよとかね、そういう評価の仕方もできるでしょう。他方、甲のシャツの上からへそ付近を右手で触れたに過ぎないという先ほどの行為対応、はい、この非侵害利益であるとか、権利侵害の程度であるとか、ね、これをどう評価するかということになります。<laughs> まあ、結論として、操作1については、比例原則に違反しないということで、適法だという結論になるかなと思います。で、これとの対比で、操作2を見るとですね、これどうでしょう、こうの、えー、まあ、カッ2番操作12の適法性だけど、えー、こうのシャツの中に手を差し入れて、ズボンのウエスト部分に挟まれていたものを取り出すと。これまさに、服の中に手を入れて、服の中に手を入れて、外から見えないものを取り出していると。 はい、これはもう捜索そのものだよね。行為の対応として。えー、捜索に至っている。他方、九が背後から、甲をはが,あはがい締めにしてっていう事情がありました。まさにね、本文も。羽がい締めにして、甲の両腕を腹部から引き離すと、はい。これは甲の意思を制圧する程度の有形力の行使と評価でき、強制にわたっていると、はい。だから、捜査一との関係、対比でいうと、捜査二は、えー、第一基準。 に第一基準で違法ということになるのかなと、まあ、でもです、ね、そこの米印、捜査2について、なおです、ね、捜索に至らない程度の行為であり、強制に渡たらないんだと評価した場合は、1と同様、任意処分として警察比例の原則の適用ということになります。 えー、警察被害の原則を適用した場合どうなるか、えー、捜査丸二の時点では、公が凶器を所持している可能性は低いというふうに判明していました。これ、一と違うよね、捜査丸二の時点で。凶、ね、器、えー、所持に対する嫌疑はむしろもうあのひ、低まってるということになるよね、捜査丸二の時点では。で、捜査丸二の対応があ、上記の通り、強度のプライバシー侵害であると。ね、だから必要性が低いのに、えー、極めて、えー、強度の権利侵害を行っていると。 こういう判断になるので結論として相当性を書き違法と、だから第二基準に持ち込んでも違法になるだろうとただですね、ここちょっと指摘しておきます、もっともんとこ、説問1において、捜査二をどう分析していたかっていうのは、実は説問2に影響を与えます、与える可能性があります、ねえー、そうそう説問1において、捜査二を強制処分に該当する、ね、強制処分に該当すると判定すると、これ、令状主義違反だよね。 だから、令状主義違反を理由として違法としているのか、他方、任意処分の相当性を欠いたものとして、比例原則違反だと、これを理由として違法としているのかにより、説問2における本件覚醒剤の証拠能力の判断、えーまあ、具体的には違法収集証拠、排除法則の適用、ここに影響を及ぼし得るということを一言指摘して、次行きましょう。説問2。 はい、えー、これは本件覚醒剤の証拠能力ですけどまさしく違法収集証拠排除法則の理解を問う問題で参考判例2をつけておきました、えー、論述例も見ておいてください <laughs>、まあ、あの論述例、えー、従ってのところから見るか従って、えー、実体的真実の発見の要請と適正手続き保障の要請との調和の観点から 証拠物の応酬等の手続きに憲法35条およびこれを受けた刑訴法218条1項等の初期する令状主義の精神を没却するような重大な違法と、令状主義違反のような違法、重大な違法があり、丸にこれを証拠として許容することが、将来における違法な捜査、抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては証拠能力を否定すべきと。ね ということで、令状主義違反のような重大な違法があるかどうかって、非常に重要なメルクムハルになっているわけですよ。さあ、見てみましょう、13ページ、はい、本文の所持品検査の違法性というのはどういうものであったか。 えー、この分析例によると、ね、捜査丸には、捜索に至る行為対応であったから、ね、ピーラは、ね、裁判官の事前審査に基づく、捜索差し押さえ許可状を得ることなく当該行為に及んだというね、実質的な令状主義違反の重大な瑕疵があると評価されることになるでしょう。 はい、えー、その、米印ですけど、参考判例2をつけておきました。参考判例2はですね、え、所持品検査を違法と判定した上で、その結果、押収された証拠品、ね、え、所持品、証拠物の証拠能力は、結論としては肯定してるんです。そういう判例なんだけど、え、違法収集証拠の、ね、証拠排除を否定する理由として、こういうことを述べてます。 職務質問の要件が存在し、かつ所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況の下で、所持品検査として許容される限度をわずかに超えて行われたにすぎない。もと元より、え令、ー、状主義に関する書記定を選択しようとの意図があったものでもなく、また、右、えほ、ー、かに、右所持品検査に際して、強制等のなされた事跡も認められない。すなわち、 所持品検査違法なんだけど、証拠能力は認めますよ。その理由は、当該所持品検査の違法の程度は、令状主義違反ではなくて、比例原則違反だからだと。そこに留まるからだと。こう言ってるわけですよね。所持品検査の適法性判定において、令状主義違反と認定せずに、比例原則違反であると。ういうふうに認定、こういう認定に留めたことが、その後に続く違法収集証拠の証拠能力判断において、結論として証拠能力を救済する仕掛け。 あるいはからくりです、これが。まあ、そういうふうに理解できる。でこれに対して、ね、本問において、先ほどの、ね、所持品検査、捜査丸二が、捜索に至る行為だと、強制にわたっているとも、こういう評価をして、これを理由に違法だとした場合、これまさしく無令状検証そのものだと、えー、当該捜査手続きの歌手は、ね、まさしく令状主義の精神を冒却するような受難違法だというふうに評価される余地が出てくるということになるでしょう。 そして、最後、違法性の承継という問題です。これは参考判例3をつけておきました。まあ、えっ、ー、と、違法収集証拠排除法則を論じる場合、必ずこれ問題にしないとい、これというか、問題の分析の仕方としてね、当該証拠の直接の収集手続きは何かなんですよ。必ず。まず着目するのは。直接の収集手続きは差し押さえだよね。この差し押さえは現行犯に逮捕に伴う無礼状差し押さえです。 こここにこれ自体に可視はないと、現行犯人逮捕と差し押さえ自体に可視はないと、だから、ね違法集、違法な手続きによってちょ直接的に収集された証拠というわけではないということになるわけ、ただ、この現行犯人逮捕差し押さえに引き続いて、それに先行して行われた所持品検査に違法があると、こういう構造ですよね。 ですから、所持品検査とその後に手続き引き続きを行われた手続きのこの関係性を問題とすると。で、判例は参考判例3でね、えー、同一目的直接利用、こういう関係があったら、ねえー、この2つの手続きは違法性を対応すると、帯びると。えー、これがあ判例の表現ですね。えー、違法性の承継ってよく使われる言葉だけど、判例の言葉をもとにすると、違法性の対応ですね、帯びる。 はい、そこで13ページです、えー。本件所持品検査により、結晶用のものが入ったチャック付きポリ袋1袋と注射器1本在中のプラスチックケースが発見され、検査の結果、結晶用のものは覚醒剤であるということが判明したことから、こう、を現行犯人逮捕、覚醒剤取締法違反、所持。そして、それに伴い、本件覚醒剤を差し押さえているということで、 本件所持品検査から本件覚醒剤の差し押さえまでの一連の手続きは、公に対する覚醒剤取締法違反という同一目的に向けられたものであり、本件覚醒剤の押収は、本件所持品検査によりもたらされた状態を直接利用してなされていると、まあ、こういう認定ができるので、えー、本件所持品検査に引き続いて行われた差し押さえ手続きも違法性を帯びるというのが結論になります。 はい、で一応、米印で1、ねえー、つ指摘しておきました、本件覚醒剤の直接の収集手続きは、公の逮捕に伴う無礼調押詳細だよね、えー。今述べたような違法性の証形を認定するアプローチのほかに、手続きと証拠の密接関連性を問題とするアプローチというのがあります。参考例4ですね この判例は、参考判例4、証拠物、尿の証拠能力を否定した理由として、その直接の収集手続きである任意提出、この任意提出に先行して行われた逮捕ですね。逮捕に重大な違法があり、当該証拠物、尿は、先行手続きである逮捕と密接な関連を有する証拠である、こういう認定をしています。まあ、だからこういうの枠組みで論じるというのは一つのね、もう一つのアプローチなんだけど、 えー、所持品検査とと覚醒剤の密接関連性とただね、参考判例4、これ一言言っとくけど、えー、この判例は先行手続き、逮捕が無関係な別罪だったんですよ、窃盗だったんですね、窃盗の捜査手続き、窃盗の逮捕、だからこの事案では、同一目的とか直接利用とかっていう、その認定ができない事案だったんですよ。 ところが、本文のように一連,一連の手続きが明らかに同一目的に向けられている事案の場合は、ね、これは違法性の承継という方を認定する方が素直な認定だと思います。はい、ということで、まあ、一応、分析例はここまででお話しした通りで、ちょっとレックの資料も最後、ねえー、一言だけ言及して終わりにしたいと思いますけど、答、えー、案例、せっかく出してくれているので、一言、二言言及して、えー、おきますが。 えとまず刑法の方からえと今度はレックの資料の方を見てくださいで4ページが刑法解答例ついてますねはいでえまあちょっともう時間もないんで一言二言にとどめますけどえと先ほどの預金の占有の問題ねここで ここか、えー、容易に引き出せる地位にあったと言えるので占有があると、えー、こういう認定をしていますただ、ね、先ほど誤振り込みの判例を指摘したけど誤振り込みなんてまさにそう容易に引き出せる地位にあるけど占有が否定されてるんでしょだから、えー、事実上そういう地位にあるよっていうだけじゃ占有肯定できないんですよさっきも言ったけど正当な払い戻し権限の認定が重要になりますからその意識が出てないかなっていう気がしますねそこを答案で認定できると占有の認定としてはいい認定になると思います で次、ねえー、この答案はやっぱりですね詐欺罪成立させる答案なんですね。詐欺罪が成立することが考えられると。で、サクッと詐欺罪成立させちゃってますけど、先ほども言ったように、ね、先ほど横領を成立させた場合になお銀行の占有が認められるのか、あるいは銀行の占有が保護に値するのか、この問題意識を説得的に説明しないと詐欺罪成立できないから、ねえー、今現在では成立させるという見解も、 あるんだけど、そこを書かないと詐欺罪成立にならないので、サクッと成立させてると、やはり説明不足になっちゃうということになります。えむしろこれは成立しない方があ原則、そこを出発点に考えなきゃいけない。平成21年の時点では、出題趣旨にもそう書かれてたんですから。はいということを指摘しておきますね。であとそうださっきの 二項合同罪の書き方ね。二項合同罪の書き方だけど、ここ見てください。次のページ、5ページの冒頭。暴行が認められると認定しちゃうと、これは結局実行行為認定してるんだよね。その上で、財産上の利益がこうに移転したということができるか、こういうつながりで問題提起をしちゃうと、やっぱりこれは結果発生の有無を問題としているように読める。財産上の利益移転に向けられた暴行と言えるかを問題としなきゃダメです。 で最後,最後の指摘は先ほどの,その離脱とかね、えー、射程の問題ですけど、4番のとこ縦4のところか、離脱が問題となるようにも思われるが、えー、ちょっと飛ばして、範囲外だからであると、うん、離脱が問題となるように思われるが、範囲外だから。ちょっとねこれ あの離脱という問題と共謀の射程という問題が若干、こんがらがって両者の関係が不明確だよね、こういうふうに述べられると。若干こんがらがらってんのかなと,えと本問では分析的に見るとね離脱が問題となるのはあくまでもその後に行われた金銭取得についてだよね。他方射程が問題となるのは当初の実行行為である暴行について。 でこれ段階的にこう検討していかなきゃいけないものだから、離脱が問題になるように思われるが射程の問題であるとかっていうふうになると、ちょっとこの関係が不明確になりますね。で、あと、競馬の射程を否定している理由も、ここね、何ら提案がないのであるから範囲外であると。さっきも言ったけど、現に医師連絡を遂げていないと、10万円のダッシュは医師連絡していないと。それはその通りなんだけどさ。 それはむしろ検討の出発点というか前提の話であってそれだけで因果性を否定するというのは説明不十分ですよ。ね、え共、ー、謀の内容になっていなかったらもうおよそ射程外だと言ったらそんなもんはもうあのおよそ錯誤論が問題となる余地がなくなるって話ですからねただ判例は錯誤論を問題としてるってことは、えー、ね共謀の内容に明示的にはなってなくても因果性が及ぶっていう領域があるわけでそこがむしろこの問題の出発点だから特にですね えー、本件では、甲が用意したナイフをオツが用いている、現に犯行に用いている、先ほども言ったけど、ね、という点の評価は非常に重要です、たそして、えー、その後、そのナイフを甲が回収したと、現、ね、に用いて、えー、自己行為を行った、その後、甲はそのナイフを回収した、まあ、この点をどう評価するかと、えー、この問題意識は必須なのかなというふうに思います。はい、で次は ケースと商法の方はそこまで問題点はなかったので、えー、こんな感じで見ていただければいいかなと思いますけど一言、二言だけね次のページか、ここだけ言っとくかあの下線部捜査二の方ですね、ここがちょっと気になりましたその対応において捜作に類するものであるとこの表現。 これ参考判例2を見てもらえばわかるけど、創作に類するという表現を使うときは、ね、これは創作そのものには至っていないという前提の表現です、これ。創作そのものには至っていない。第1基準では違法とならないけど、比例原則、第2基準において相当性を欠くんだということを、まあ、そういう評価をする際の表現方法、これ。創作に類する。参考判例2がまさにこの言葉を使っているんですけどね。 え本件では、本問では第一基準で令状主義違反だというのであれば捜索に類するではなくて捜索に至るというふうに明確に述べるべきでしょうね。はい、あとは違法収集証拠の方はあは、のー。 重大な違法だと認定したところはいいんだけど、えっと、所持品検査が重大な違法だと認定して以上より認められないになっちゃってるけど直接の収集手段は差し押さえだからさあくまでも、えー、先行手続きである所持品検査の違法性と、えー、証拠の直接の収集手続きである差し押さえの関係というところについて簡単でもいいからとにかく一言触れる必要があるかなとは思いますよ。 そこが一言触れられていないので、その直接の収集手続きの差し押さえについてどう考えるかと、はい、そこを触れてから結論を述べるというふうにするといいでしょう。 はい。ということで、ちょっと時間をオーバーしてしまいましたけれども。まあ、あの、今日分析会でえ、述べた分析例というのもあくまでもこれ事後的なものであってですね。え、また、え、今後出題趣旨とかがね、発表されればね、もちろん出題趣旨が発表される前の分析だからさ、え、出題趣旨とかが発表されれば、もうそれを踏まえて、え、今後ね、改定されていくという叩き台です。 でですので、まあ、受験生の皆さんとしてはあのこの事後的な講師の分析例というより実際の受験生がですね現場で何を書いたかという点のほまが、あ、それを把握しておくことの方が、えー、より関心が高いのかなということで、えー、とそれ自体に意味があると思います。あの今日の資料でさレックの資料も参考にしてほしいんですけどあの論点リサーチの結果が載ってますよね。えー、と どの論点について、えー、どれぐらいの割合で受験生が言及したかとかこの点もこれで把握できるので、まあ、これ辺も見ながらですねで、まあ、あレックの参考等案、えー、そして今、私が指摘した点ですねであと、まあ,あレジュメで出した分析例も踏まえながら、えー、お,のおのお勉強を進めていただければいいかなというふうふに思います、はい。ということで、えー、これで一応私の。お 分析の講義としてはおしまいということになりますので、えー、平成30年の予備試験の分析会、はい、これでおしまいにします。お疲れ様でした